チガチュブルー。夏休みを利用した茅ヶ崎中学校サッカー部の取り組みだ。3年生が引退し、早くも2年生が中心の新チームとなった。ナレーションは私、チューニャンがお送りいたします。チューニャンって誰？県の中学校部活チームを強化するプロジェクトが始まっている。部活の底上げ、チガチューブルーはその強化対象としてチャンスを与えてもらった。メンバーたちのやる気次第で監督の采配は功を奏すのだ。しっかり監督の話聞けよ。県選抜の関係者からの期待は大きく、都筑区のホープとなっている。この代の選手たちのポテンシャルは横浜市のナンバーワンを目指していける力があるという。すごい。これが菅原監督、サッカーへの情熱なら誰にも負けない。監督本人も選手を目指した過去がある。その知識と経験をこの子たちに生かしていく。その指導力は目を見張るものがある。その統率力を生かしてチームへの強化を図る。横浜のトップに行くために。もし君が辛い時すぐそばにいつも
友達って思ってる。辛い時は何でも話してよ。いいことばかりじゃない、この先の僕らの毎日にこれだけはずっと言える。本当ありがとう友よ。チームはどうなっているのかが楽しみだ。すごい、この滝の実。